お尻の疲れを腰の疲れとして頭が間違えちゃうこと多いんですね、はい、なのでね、お尻しっかり緩めていきます、はい、私がわざわざ説明するってことは結構痛いってことだから頑張ってくださいね。ありました。ここ大臀筋、ここって言ってね、ここの筋肉が硬くなっちゃうと腰痛でぎっくり腰になっちゃうとか、やっぱ、よいしょ、ここ、よいしょ、よいしょ、ここだ、よいしょ、よいしょ、これだ。走られる人ってね、みんなここに負担がかかっちゃうんですよ。マラソン選手の人、ここ。よいしょ、ごめんね。よいしょ、ここだ。よいしょ、よいしょ、ここだ。よいしょ、これだ。これだ、よいしょ。ちょっと待ってね。押してるとね、僕の手がね、ここが肩が痛くなっちゃって。最後はそりゃしんどかったはず。よいしょ、ここ。よいしょ。よいしょ。ここだ。よいしょ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 。ここしつこいね。よいしょ。手が痛い、肩が痛い、ガチガチだよ。よいしょ、ごめんね。よいしょ、ここ。ここ。よいしょ。押してもね、硬すぎてね、跳ね返ってくる感じがするんですよ。よいしょ。ここ、よし、よいしょ。
ですね。ここ。筋肉ってね、ここからここまでくっついてるんですね。はい、なので、ね、ここをしっかり緩めてあげるとね、はい、腰痛に効いてくれます。はい、私がわざわざ説明したってことは結構痛いってことだから頑張ってね。わかりました。ここ、ここだ。よいしょ。ここ。よいしょ。こっちは痛いか。ここが痛いね。左側をかばって右の腰が痛かったって感じ。そうですね。ここだ。そうです。腰右方が痛いですよ。いつも。でもここが硬い。よいしょ。よいしょ。ここだ。
Yeah.